島田和美君。はい、23番島田和美です。皆さん、こんにちは。連合市民クラブの島田和美でございます。昨夜は中秋の名月でありました。私の心も不毛一つございません。それでは質問通告に従いまして質問をさせていただきます。大項目1、八代地域人権オンブツパーソンについて、前回の6月議会でお尋ねしました八代地域人権オンブツパーソンについては、市民共同部長から推進会議総会においてワーキングチームを立ち上げ、この制度の成果と課題を明らかにし、条例化も念頭に早期の再開を目指すことが承認されておりますとの答弁をいただきました。今日までの進捗状況と今後の再開に向けてのスケジュールと方向性についてお伺いします。以上、壇上からの質問を終わり、以降は発言席からとさせていただきます。池田市民共同部長。こんにちは。議員ご質問の八代地域人権オンブツパーソンについてお答えをいたします。昨日の笹本議員の質問に対する答弁でも申し上げましたとおり、当制度見直しの進捗状況としましては、本年5月7日の八代地域人権教育のための推進会議総会におきましてのオンブツパーソン制度の見直しに関する議決に沿って、党推進会議にワーキングチームが設置され、現在見直し作業が進められております。メンバーにつきましては、前回は課長さ係長クラスの職員で検討いたしておりましたが、今回は市から課長クラスの職員等が参加いたしております。この第1回会議は8月19日火曜日に開催され、オンブツパーソン設置の経緯、設置根拠、活動状況、休止に至った経緯、議会で指摘された事項等について確認がなされたところでございます。今後月1回程度のペースで検討が行われる予定でございまして、必要に応じては弁護士等の意見を求めることといたしております。市におきましても、ワーキングチームと歩調を合わせながら条例化も念頭に検討を進めてまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。議長、島田和美君。はい、ありがとうございました。ただいまの答弁で、8月19日に第1回会議が開催され、オンブツパーソン設置の経緯、設置根拠、
活動状況、休止に至った経緯等を確認され、また上流課も念頭に検討を進めていくとの答弁をいただきました。前向きなお答えをいただき、私は人権オンブスパーソン制度はなくてはならないものだと思いますので、より早い再開をお願いしたいと思います。明るく住みよい街づくりには一人一人の人権が尊重されることが必要不可欠であると思っております。人権侵害を防止し救済することを目的とした本制度がより良い制度となりますようお願いいたしまして、本校を終わります。以上、島田和美君。はい、次に大項目に少子化対策について、国交省の発表によると2050年には日本の人口は1億人を下回り、地方にある人口30万人以上の都市圏の数は現在の61から43に減り、全国の居住地域の2割では暮らす人がいなくなることを予想しています。また WHO が定める超高齢化社会とは、65歳以上の割合を示す高齢化率が 21% を超える状況のことを言います。このような高齢化社会の到来は日本全国でも共通しており、現在 23% の我が国は2035年には約 33% に達し、3人に1人が高齢者といった超高齢化社会に入ると予想されています。本市の場合も国立社会保障人口問題研究所の資料によりますと、2010年の 28.6% から2035年には約 38.4% になるという予想です。本市の人口も平成18年の約13万8000人から平成26年の約13万1000人に減少しております。この原因は都市部と農村部の経済や雇用の状況に差があるためと思われますが、すでに現実はそれとは関係なく都市部での人口減少も始まっています。人口減少は少子化の結果であり、最も重要な生産年齢人口の低下を引き起こし、国や地方の活力を弱めます。我々の将来を考える上で、高齢化や人口減少の他の大きな課題として、国の借金が昨年3月に約1024兆円にも膨らみ、国民1人当たりの借金は約806万円にもなり、増税だけでの再建は極めて難しいと考えられています。本市の財政も国と同じく一般財源が少なく、平成24年度の経常収支比率は 89.2%、 75% 程度が妥当、 80% 以上では財政運営に弾力性を欠く。また実質公債費比率は 15%、 18% 以上では地方債の発行に県の許可が必要となり、 25% 以上では記載の制限を受けることになるとなっており、
通常の被災残高は減っているものの、扶助費などの社会保障経費は増え続けるといった極めて重要度の低い硬直した財政状況となっています。このように人口減少が進み、重くのしかかる財政の悪化から読み解くものは何か、また進むべく方向はどちらか、私はこのような問題意識を持っております。そこでお伺いします。小項目1、第3子保育料無料化の現状について、小項目2、子ども医療費助成の現状について、以上2点について少子化対策として子育て世帯に対する保育料の軽減や子ども医療費助成は大変有効だと考えていますが、現在の本市においてどのような取り組みを行っているのかお伺いします。上田健康福祉部長。おはようございます。おはようございます。議員ご質問の少子化対策についてお答えいたします。ご案内のように、少子化の進行は人口構造の変化を余儀なくされ、経済や社会保障などさまざまな分野に大きな影響が懸念されるところでございます。そこで時代を担う子ども一人一人の健全な育ちを社会全体で応援し、子育て世帯の経済的負担の軽減、安心して子育てができる環境の整備など、子育て支援施策の充実はますます重要になると認識しております。それではお尋ねの1点目、第3子保育料無料化の現状についてでありますが、本市では少子化対策の一環として保育園を利用される世帯の経済的負担の軽減を図るため、保育料につきましては同じ世帯から2人以上の児童が幼稚園や認定こども園などに入園している場合、もしくは同時に保育園に入所している場合には、2人目については保育料の半額を軽減、3人目以降につきましては無料としているところでございます。また生計を同じくする18歳以下の子どもが3人以上の世帯につきましては、第3子以降の3歳未満児は保育料を無料としているところであります。さらに国が定める費用徴収基準から4割程度軽減するとともに、税制改正に伴い平成23年度から廃止されました所得税控除のうち年少扶養控除につきましても、保育料の算定にあたっては15歳未満の子どもを扶養する世帯について年少扶養控除を勘案した所得税額を算出し、その税額を保育料の対象税額として適用し、保育料を軽減いたしております。その他にも生活保護世帯並びに住民税非課税世帯で母子もしくは父子世帯および障害者のいらっしゃる世帯につきましても保育料を無料としております。次にお尋ねの2点目、子ども医療費助成の現状についてお答えいたします。子ども医療費助成は子育て世帯の経済的負担を軽減し、医療受診の機会の確保を通じて子どもの健康保持と健全な育成を図ることを目的に、子どもの通院入院にかかる医療費の自己負担分の全額を助成しているところでございます。平成24年10月には窓口無料化について県内の医療機関における外来診療を対象に実施したところでございます。また平成25年10月からは対象年齢をそれまでの就学前から小学校3年生までに引き上げるなど、利用される保護者の利便性の向上や事業規模の拡大を行いながら子育て支援の充実を図っているところでございます。今後も保育料の軽減措置や子ども医療費の助成と合わせまして、
保健、福祉分野のさまざまな事業を展開しながら、子どもを産み育てやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。島田和美君。はい、ありがとうございました。ただいまの答弁にもありましたように、第3子保育料の無料化は同世代から2人以上の児童が幼稚園子ども園に入園している場合、もしくは同時に保育園に入所している場合には2人目は半額に軽減、3人目以降は無料となっています。また生計を同じくする18歳以下の子どもが3人以上の多子世帯につきましては、第3子以降の3歳未満の子どもまでは保育料が無料となっています。さらに子ども医療費助成費は平成25年10月から中学前から小学3年生までの引き上げがなされています。市長の発策にもあり、少子化対策について有効な施策と思いますので、第3子保育料の無料の拡大および子ども医療費助成の対象年齢の引き上げについてどのようなお考えであるかお伺いをします。以上、上田健康福祉部長。自責から指定します。現在の3歳未満を対象としております第3子保育料無料化の全年齢への拡大、子ども医療費助成の対象年齢の引き上げは市長が掲げる発策において子育て支援の重要な政策の一つでもあり、早い時期に実施できるよう検討を進めてまいります。とりわけ子ども医療費助成につきましては影響額等の精査を行い、まずは小学校6年生までの対象年齢拡大に向け取り組んでまいります。以上でございます。以上、島田和美君。はい、ただいまのありがとうございました。ただいまの答弁にありましたように、子ども医療費助成につきましては影響額等の精査を行い、小学6年生までの対象年齢拡大に向け取り組んでまいりますとの答弁をいただきました。将来を考えた場合、少子化対策は最重要課題として位置づけ、対策を講じなければなりません。しかしながら今後の財源の見通しが非常に厳しい状況となっております。歳入の中でも最も大きい割合を占める普通交付税、合併暫定外の段階的削減の開始まで残り1年余りとなっており、無駄を徹底して排除し、施策の優先順位を洗い直し、メリハリのついた予算編成を行い、市民サービスの向上に努めなければなりません。また進捗が遅い事業は見直し、効果が低いと判断したい事業は廃止縮小に踏み切ることが必要ではないでしょうか。未来を担う子どもたちが夢を持てる八代づくりに取り組む必要があります。先ほども申しましたが、市長の発策にもありますので、中村市長にリーダーシップを発揮していただき、安心して産み育てる環境のより早い実現を強く要望しまして、今回の私の一般質問を終わります。ありがとうございました。